こういう感じでくっついてヘッドホンをこう持ってるんですね。ヘッドホンを持ってこうちょっと外してる感じに、仕上げるようなんですが、結構ぴったりうまくはできてるんですけれども、握ってる感じにはなってないので、やはりこれでは、ちょっと嫌だなという感じなので、ここは握ってる感じにね、これもしたいと思います。ここもパテでしっかり握らせたいと思います。はい、じゃあもう、ここですね、ここで一気に切ってしまいます。この状態で持たせるということになりますね。じゃあ後の作業を進めていきたいと思います。ここですね、この、埋まってるところをどうするかですね。掘りましょう。まずは引き下げでここを掘る。セーターを着ているとはいえ、これがね邪魔なので、ここにちょっと穴を開けて、で、0.3 ミリのピンバイス、これを使いましょうか。小さすぎるかな。もう一個開けましょうか。隣にもう一個、2個3つ開けました。じゃあもうちょっとこれを削っていきましょう。そしたらこれを埋めていくと、穴が開きましたと。で、流し込みをつければいいんじゃないでしょうか。このくらいならね。